戦参ります。洛陽城内への潜入に成功した。これより敵防衛線の背後を突く。味方本体を援護する。この門は仕掛けで開く。どこかに装置がある。人生な攻めだな。この程度で私の防衛線をやるべるものか。一息に押し返し殲滅しろ。ここで無理に攻める必要はありません。勇敢を信じて戦線を維持する。お前ら先に進む。あの毒は厄介です。放置しておけば被害が増すばかりです。良い働きを見せる。妨害殿がやってくれたようです。待て、お任せを。倒しましょう。覚悟しやがれ。決めにしてやるぜ。地獄に存ずる。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。ことも、そのまま負けではない。自分は任務を果たして、上には
座に通じる扉は固く閉ざされている。外から開けるのは困難。なら内より開けてもらいましょう。三方より玉座の間を包囲します。そのまま圧力で方向を促すのです。敵は集められてまだ日が浅いです。正体がない勢い写真があるとは思いますが、私は正面を担当しましょう。では自分は東を。それがしは西へ向かいます。敵を突き崩せ。終着至極に存ずる。これ以上奴らを進ませるな。押し返せ。あるとも知れない。運命の装飾はそのままなのです。自分はこれが商海殿の心にざり立て精一杯に矜持を保つ。商海殿の行いは間違っている。これを疑う余地はありますまい。ならば止めましょう。我らの力を合わせて。引かねば敵将、私が討ち取りました。終着至極に存ずる。私こそ真の三国無双ですね。その戦ぶり手本といたします。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。敵将、私が討ち取りました。包囲は完了したようです。コレス殿、聞こえますか。あなた方はすでに包囲されています。商海殿についていても待つのは破滅のみ。我らに投降なさい。もはやこれまでか。行きましょう。巨獣の王を止めるのです。過分な言葉です。自分は任務を果たした。紹介殿、多様な世界の危機になぜ。世界の危機など知らん。私はただ目の前に伸びる栄達の道を歩んでいるだけだ。混乱に乗じて己の勢力を拡大しようだなんて、あなたは何を考えているのです。そなたの振る舞いは間違っている。負けるんだ。私の邪魔をするのか。処分するだけだ。私の邪魔をするのは負け犬だ。その心は
お前たちだ。まくるはずがない。なぜだ、なぜ私が負ける。敵将、覚悟現状が討ち取った。ふん、俺たちの勝ちだな。うまくいきましたね。見事。うん。